こんにちは、杉です。今回ですけども、ワークマンで見つけた防寒トレッドモックというもののレビューになります。キャンプの時や普段の生活でも、靴を脱いだり履いたりするのが結構面倒な時ってありますよね。今回紹介する靴は、これからの時期にもぴったりなものとなっております。今回は、この防寒トレッドモックのおすすめなところを3つ紹介していきますので、チャンネル登録もしていただけると嬉しいです。まず先にデメリットからですが、正直、まだデメリットっていうのが思いつかなくて、あえて言うなら撥水よりも防水の方が良かったかなっていう感じですね。ではこの靴のおすすめなところですが、1つ目、安い。ワークマンの商品なんでもう当然なんですが安いです。1500円で買えますので、4人家族の方で家族分全部揃えたとしても6000円で収まります。なのでファミキャンなどをやる方でいろんなものを一気に揃えようと思っている方にはありがたいですね。2つ目、あったかい。インソールが少し変わっていて、10ミリの厚さで、あったかいのはもちろんなんですが、履くとふわふわしていて不思議な感触です。もしかしたらこの感触が気になるという人もいるかもしれませんので、店舗で履いて確認してみた方がいいかもしれません。3つ目、使いやすい。収納袋付きなので持ち運びに便利です。これがこの靴を買った一番の理由なんですが、かかとを踏んでそのまま履けるように作られてるんですよ。なので、いろんな場面で活躍してくれると思います。この靴には黄色、ネイビー、黒、カーキの4色がありますので、気になる方は売り切れる前に店舗に行って確認してみた方がいいかもしれません。以上になりますが、このチャンネルでは短い時間で役に立つ情報をお届けしていますので、少しでも役に立ったと思った方は今のうちにチャンネル登録もよろしくお願いします。ありがとうございました。